私ん家は代々キリシタンだったとさ。浦上には戦国の世からキリシタンが集まって住み寄ったとです。キリシタンの教えは厳しく弾圧されましたから、多くの者が殺されたり拷問にあったり流されたり、それでもキリシタンの教えは密かに密かに守り抜いてきたとです。ようやくキリシタンの教えの許される時が来て、流刑地から生き残ったもんが一人また一人戻ってきてね。それで私たちの天主堂ば建てようっていうことになったとですよ。でもみんな貧しかったからね、食べるもんすらろくになくて、何度も諦めながら、それでも30年かかってようやっと天主堂の完成したとです。立派な鐘楼の2つついた立派な天主堂、東洋一って言われたんですよ。イタリアからそれは綺麗なマリア様の像が送られて、マリア様が祭壇の上で微笑んでくださって、それから30年経ったあの日、8月9日天主堂の真上でピカドンの炸裂したとです。お店の真っ最中だったとですよ。みんな死んでしまって。私は工場に働きに出とったとです。ものすごく暑か日で、お昼までにはちょっと間のあるけど、表で風に当たろうやって仲間と言い合おうて。外に出た途端、なんかかすかな音が、見上げたらピタッピタッって顔が殴られるような気のして、それきり気を失ったとです。目の覚めてみると工場跡形もなくて、何もかもがれきになってしまう。さっきまで一緒におった友達は死んどって、その時どっかから男の人の声で